ちょっとしばらく変身の儀取るものかどうかわからないままさ、あ、開封の儀、開封の儀は開封はしてないままいたんですけど、ちょっと分かったことがあったんでこのタイミングでやりたいなと思うのが、まずアンティークなビューロのブラウンみたいなやつがすげー最近手に入ってさ、パチンコやったかヒノコやったかから手に入って玄関に置いたら、そこ斜めしか歩けなくなって面白いな、今度誰か来るまでそうしとこうと思ってた時にチキンさんからツイートで、これとこれが足りませんっていうところにアンティークなビューロの俺の色がなかったんですよ、そこ、あ、持ってなかったんですよチキンさんが。で俺何もいつもお返しするものなんてないし、人からもらったものをあげるわけにはいかない、いっぱいもらってるじゃないですか。でもこの前あげたのはちゃんと自分で買ってあげてるんですね、1個は自分と取っといて、けどなんかどうしたらいいか分かんないけどたまたま手に入れてるわと思ってあげたら、チキンさんから誰からもらったんですか、お返ししますんでみたいな来たような気がしますけど、俺そこで気づいたんですよね。あとこれで気づいたんです、これね、これも俺のツイッター見てほしいんですけど、その桜エビさんがさ、梨が何やろ、フルーツルーレットみたいなのがあって、梨が最初に選択されたんで梨に送りますみたいなことになってるツイートを見た1週間後に俺もルーレットもらってさ、ヒノコからなんか落とし物をやった、じゃあ土壌釣ってきてって言って夜中にやで、で交換されたのがこれやったんですよね。俺もルーレットやと思って開いたら、でそのね、例えば梨が出たら梨さんに俺も送ろうと思ってたらさ、なんでこれ出てんのと思って、そっか、だからツイッターとか全部見られてるんやと思ったの俺、だから任天堂に、これ壮大な話なんですよ。だからビッグデータ取られてるっていうか、だからフレンドやろ、俺らフレンドって分かって、それはバレてるやん任天堂に。だからアンティークなそのブラウンもチキンさん持ってないで、お前のとこにブラウン出す、そしたら繋がるやろ、しかもツイッターで、ツイッターもだってね、スイッチからアップルしてるやろからさ、なんかそこ情報抜き取られてて、ビューロ出したらこっちからこうなってみたいななるんやろ、それで深まれや、やめれんよなれやっていうことかなと思いました。もうこれはだからこれもなしやろと思って開けたら、桜エビさんからのツイートでなし当てたんで送りますみたいなのがあって、ベリタスさんがいいねとかしてるところで、俺もと思ったら俺は桜エビさんの桜にあげなあかんねやみたいな、他は全部ドクロやっていう、そういうことを任天堂は絶対やってると思う。なんか誰か持ってるもん誰か持ってなくない、フレンド同士って。だから面白くなるんですよこの変身の儀が。開けます、よっしゃ本番。あ、堀江さんから来てる、これね、ずっと最近来てなかったんです。なんかゴールデン、今25日、日付変わったら26日なんですけど、5月、5月の前半にいっぱい行かせていただいたゴールデンウィークのその後の開封の儀から一回も開けてないんですよねこれ。でしかもその開封の儀で前半の人の開けるのを忘れてるっていう事態に陥って、すいません友幸さんとかごめんなさい、ここ開けてなかったんですよ俺。だからここら辺が多分全部ゴールデンウィークなんですけど、だからここを俺開けなあかん、開けてないよってコメント来たんで、ぶつけ本番ですよ。色違い遅いな俺、開けるのごめんなさい、遅いな俺。どうやってやるんだっけこれ、うん、ポリエさん先開けてみよっか。これだからゴールデンウィーク前のポリエさんね、包んだら何か分からなくなることありますよね、これは色違いのあれです。最近あれっていう言葉みんな使う。なよポリエさん、この手紙好きやなこれ、ほらずっとこれね、うん、このルーレットも結局上げてないんやけど、上げた方がいいんかな、違う、あれ開けるやな、え、何これ、これの色違いってどういうこと、え、そんなところ見てる。俺もなんかブーツ1個持ってた気するけど、え、いつの話なんやろこれ、俺が靴持ってなくて誰かから靴もらったんやったかな、ポニョミさんから、違う、ポニョミさんが靴飾ったったんや、履けそうで履けない、スリッパ履こうとしたらガムテープ貼ったるみたいな、あれになってたんで、ポニョミさんがね、せっかく俺が裸足屋でさ、あ、いいね、あー、リンゴ揃った、嬉しい、ありがとうポニョミさん、あ、ポニョミさんじゃねえわ。ポリエさん、ポニョミさんとホリエさん、ホーチーモさんって全部わかんない、ホーから始まるんであれなんですけど、ちょっと
俺さ足がなかったんですよね、リンゴの。リンゴを応援してくれてるやん、ありがとう。そもそもこの服ありがとう、この前飲み会してくれて。なんか最近その辺とかやってないの。あの頃どうやってやってたっけ俺らって思いますよね。あの頃どう付き合ってたかなと思います、本当に。これポリエさん、ポリエさん、そしてポリエさん久しぶりやった。これ昨日の時点でなかったんですよ、ここポリエさん。だから多分この1日以内に来たやつ、しかも俺が送ってるから何個か楽器とか。ビリタスさんがくれたものと若干かぶって笑いました。何？ちょっと手紙変えてきたな。俺があげた楽器の返しじゃないや。ピアノとかピアノの椅子とかザイス。え？どういうことこれ？これわからん俺。これベリタスさんがあげたのなんか？いいっすね。俺和で揃えようとして、ちょっとここら辺花なくなってるじゃないですか。今からちょっと頑張ろうかなと思ってるんですけど。え？ベリタスさんがくれたものと若干かぶってて笑いました。かもらったものとかぶったから俺にくれたってこと？オッケー。オッケーです。そしてチキンさんラッシュがあるんで、ここからさっき言ってた。ちょっと待ってくださいね。多分これも2週間ぐらい開けてないの本当に申し訳ないですけど、まあとそっか、堀江さん、ともゆきさんや。次、俺ともゆきさんに8000ベル返し、あ、1万ベルにして返しました。5月5日バーベキューしたから思い出としてこれあげる。あ、本当のバーベキューしたんかな。金持ちともゆきより自慢。これはだから俺がすっげー開けてなくて、俺の開けてないなって言われてたやつですね。ありがとうございます。これからもプレゼントあげます。俺開けてなかったからもうこれ以上もらってない。もしかしたらいらないものも持ってるものもあげるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。そんなもんさ、何でもありがとうございますよ。俺1万ベルしか送ってない。だからね、もしその辺だからビッグデータの話になってくると思うんですよ。ともゆきさんが持ってないものを俺が持ってる可能性があると思うんですよね。本当に本当に本当にそう思った。だって思い出した、いうこと。あのね、そのなんとかのビューロってやつとこのルーレットだけなんですよ、俺が自分で手に入れた、最近手に入れたもの。あとは買ったりはしてるよ。買ったりして人のところに持ってってるけど、誰かからこうもらったみたいな、あと木から落ちてきたとか、そういうのはほんとそんだけなんですよ。木から落ちてきたんか、じゃあビュー、あの、あ、そうや、木から落ちてきたんかもしれん、アンティークなビューロ。まあ、本当にその2つだけなのに、それが人とのつながりがバレてるから、任天堂に。マジで怖いんすよ。だからともゆきさんの何かも俺は知ってると思う。あ、バーベキューのやつ、あ、これあっちでお貸していただきます。これ俺欲しかったやつですね。堀江さんとここかどっかで見て、ありがとうございます。え、5月5日にバーベキューしたの？ずっと俺外出てないけど、今年してないけど、ボードゲーム、これ俺持ってるやつかな。こんなもんいくらあってもいいですからね、僕は。うの、ありがとうございます。じゃあ次いきますか。なんかお金じゃないものもらえたのが嬉しかったですね、今ともゆきさんから。またともゆきさんのとこで飲み会もしたいなと思ってますけど、こういうのは捨てればいいの？こういうのはよく分かってないんだけど。あとはじゃあチキン祭り行く、先にチキン大取りで行こっか。チキンさん、じゃああゆかさんから行く。あゆかさんくれてたな最近。なんでやって、なんでそこめんどくせえのに上の OM2 つ書くのめんどくさくない？それともなんで呼び捨てなの？しかもだいぶ仲良くなったな。これ仕入れました、懐かしいんじゃないかな。もう持ってそう、持ってたら売って、かっこかっこ閉じ。なんか雑になってきてるな。豚ペンさん、あゆかさんと自分の宛名書いてねえよな。まあ、仲良くなったってことなんですかね。あーの方はどっちなの？あーの方はこっちかな。ありがとうございます。まだ揃ってないです、これ。これね、今半分だけあるやつなんですよ、またもらって。何色？あれ違う。え、何これ？え、めっちゃすごいやつもらってる。またすっげえ、あやかさんもなんかどうしたらいいかわからん。しかもあやかさんにさ、俺これもどっかでも喋ってるけど、9万8000ベルやったっけ払ったんです、一番最初のお返しに。何もできなくてさ、それ飾ってあるんですよね、おしゃれに。あのおしゃれな部屋にさ、おしゃれに飾ってあるんですよ、上履き。あのおしゃれにお金を飾れる人っていないですよね、なかなか。
ありがとうございます、うん、なんで上履き、あ、わかった、うん、これあれや、うん、はあ、そうなんかな、もしかしてやけど、あゆかさんの前後に行ったところの、これちっちゃすぎるな、上履き、見えん、どうやって近くで見るのこれ、あのね、確かあの保育園の格好したとか時やったやん、あの時の靴がなかったやん、俺それでくれたんけ、これめちゃくちゃ気利くやん、違ったらめちゃくちゃ俺がフォローうまいやん仕入れました、懐かしいんじゃない、懐かしいんじゃないかなって言ったら違うんか、懐かしいかな、俺何十年やろ、あゆかさん2回ぐらい生まれ直してると思うけどじゃあチキンさん、あ、じゃあポニョミさん1個先に、ポニョミさんも3個もくれてたんやこれ、しかもさ、ポニョミさんのキャラがね、俺の中で崩壊しまくっててさ、あのあと麻雀に行った後に何やったかな、なんかすげえのも来たで、でカンニバル結局買ってたりとか知ってるんですよね、怖いって言いながら、何やったかな、麻雀の後何やったかな、しかも麻雀強かったんですよね確か、うちに2つありました、え、何体重計、2つありましたの後の2つ目3つあったってこと、2つありましたの後に2つ目ってことは3つあったってことやな、ちゃうけん、ちゃうなありがとう、俺まだ集めてますよ、うん、今めっちゃ持ってるけど実はまだ集めてます、俺ダンボールの使い方すっげえ、ダンボールの使い方だけよく知ってますから、ありがとうございますだから3つ目やんじゃん、本当にありがとうございます、おひょみさんありがとうございます、なんであるのこれみんな、俺120ベルで買ってますけど、240ベルありがとうございます、でこの後に飛び飛び雨が降ったら、あ、俺嬉しい、傘やったら嬉しい、俺ね傘集めてるんです今、俺傘の使い道を発見したんです、傘ってさ、あのコーディネートに入らんやん、だから俺使い方考えたんですよね、あー、ありがとうございます、飾る、俺このね傘ばっか飾ろうと思ってるんですよ実は、もうこっちにちょっと飾って、あ、まだ見せんとこ、まだ見せんとこ、ありがとうございます、じゃあチキン祭りいきますか、俺もすげえチキン祭りのように最近チキンのものばっか食べてるんですよ、あのチキンナゲット以来、チキンラーメンもあるし、そしたらあの今日の昼もチキンラーメンにしようってなりましたね、家族が匂いのせいで、安全第一チキンでした、一人暮らしの生活は慣れてきましたか、大事な大事な一人息子、だ、え、誰、慣れたところに怪我などしやすいものです、健康面安全面など気をつけてこれからも一人暮らしを満喫してくださいね、仕送り送ります、これあゆかさんに送るの間違えてない、しかもこれ本当に母の便箋やな、え、これ誰、これチキンさん、本当に、え、母もいるやん、だってなんかケーキもらう人、チキンさんな、本当の母やったら俺めちゃくちゃ恥ずかしいやん、だってありがとうございます、いっぱいが集まってきた、最高あ、あー見てるわ、動画見てるわ、あのねチャリンコのゲーム、うわー見てるわ、これ多分チャリンコのゲームやと思いますけど当たってます、チャリンコのゲームをやり始めたって言ってたの俺が、で、え、カットしなあかん、ここだけ動画そっとしまっとこ、ありがとう、なんで3万4000なの、家賃か大体の、なんで母なん急になんで金なん急に、端数なん、なんでどういう、このね、リンリンさんがさ確かチャリンコを、ほらチャリの服を送るって言ってくれたんです、チャリンコのゲームやってるよって、生放送最後のゴールデンウィークの島で言って、音声で、そしたらすぐにチキンさんって、これを開けてない俺はさ、でも覚えてたで許して、嬉しい、すげえ、次嬉しくて今お気に入りをしたやねの、見つかりにくいものですかってことですか、見つけにくい、いやいや世代、あゆかさんは分からんじゃない、本当に
世代がきついわ、世代がきついやつや。何やったっけ、探し物は何ですか、見つかりにくいものは何ですかって、井上陽水の 何を探してるんやったっけあれ見つかりにくいものですか、もダンボールやろじゃん。あー、オッケーです、ダンボールコンボが入りましたね。これね、ダンボール4つでちゃんと椅子作れますんで、知ってるんで、それも僕はもうすでに知ってますんで、すごくダンボールのレシピはすげー知ってるんですよ。これ集めてるんで今すぐ作りますね。あれあった、もうほらお気に入りに入ってるやろ、これがね確か4つなんですよ、うん、これ作ってきます。これでこの動画において、もうこれでこの段ボールのテーブルはこの2人からいただいたものが使われたという証拠を取ってきました。そしてポケットの中を狭めました。じゃあ次行きましょう。わざわざそんなもんでもさ、見つけにくいものですかって言うんやな。よし、黒色、まずこれなんやこれ、アドベンチャーゲームの手紙かと思った。アドベンチャーゲームの手紙ってあんないよね、大体謎解かなあかんけ。これ青い、これ謎解かなあかんやつやんこれ謎解かなあかんやつちょっと待って、ええ開封した今俺。この色のんが欲しいんでしょ、この色のんが欲しいんでしょうが、何色かをちゃんと見極めない。今回だから俺ちゃんとこの開封の儀が慣れてきたから、こう順番になるようになって、ちゃんと敷き詰めてあるんでアイテムをね。スタンドミキサー、えもしかして黒か、うわすっげー見てるやん俺の動画。なんかで俺言ったかもしれん、黒で揃えようって。俺すらも忘れてるわ、母やわもう。いやチャリンコやん、母やん、母やん。3万4000円とヘルメット、え母ちゃんやん母ちゃんやった、黒か。いやもう俺何で返したらいいんやろ本当に、何で返そうかな、どうしたらいいんかな、何で返してほしいか手紙ください。すげえ読んでるやん俺の動画、ありがとうございます。俺も忘れてたことや。お金持ちじゃないからやっと遅れました、大事にしてね。お金持ちじゃないやチキンさんって、さっきのとセットで2つで同時に開けてよかったね。今のでラストか、いやーありがとうございました。こんな感じ、まあ20分経ってんだごめんね。ここ開けといてよかった。そうね、あうわ見すぎやって俺の動画、俺欲しいって言ってたんよ、あのスト2の方、母やん。うわーこれね、うわースト2なんや本当に、しかも画像、あのさ、これはナシさんのところでシューティングなんや、俺は麻雀ももらったよ、ポリエさんから確か。でも俺はスト2のやつが欲しいんやけどって、知らんよ、スト2のやつがあるかどうかも知らん状態で言って送ってくれてるっていう、しかも高い、え椅子付きや、今ゲーセンの匂いした、ゲーセンの匂いって分かる、この椅子の匂いや、赤いやつかなこれ、赤い赤い赤い、やっぱそうや、すっげえあうんの呼吸、一心伝心できてる。なんでなんでこれ赤いやつなの、ちゃんとこれ何色何色あるのこのアイテムって、このゲームの中で赤しかねえならしゃあねえけどさ、それは任天堂がこれにしたいのけどさ、チキンさんがこれ赤送ってんったらやべえよ、黒から全部色、何万ベルでも返せんわこんな気持ち。ありがとうございます。今のじゃあ運勢だけ、これ運勢と言いますか、これで最終的によっしゃありがとうございました